はい、こんにちは、116ウィンズです。今回は先日耳にして驚いたニュースなんですが、マーク・アペルが現役復帰するとスポーツメディア G アスレチックが先日報じました。アペルは2013年のドラフトでアストロズから全体1位指名を受けた右のピッチャーで、将来的にはチームのエースクラスへの成長を非常に期待された選手だったんですが、なかなかマイナーで結果を残すことができなかったり、あるいは怪我で苦しむ時期もあったりして、一度も MLB 昇格を果たすことができず、2018年2月に一旦無期限でプロ野球から離れることを表明していました。つまりは事実上の引退状態にあった選手ということですね。その後彼が復帰に意欲を示しているという話は特になかったので、このままいけば全体1位指名の選手としては史上3例目となる MLB 未昇格のままキャリアを終えた選手となるところでしたが、現在29歳、もう一度野球にチャレンジするようですね。アペルはすでにトレーニング施設であるドライブラインベースボールで練習をしているようでして、 MLB のキャンプが終了次第始まる予定のフィリーズのマイナーキャンプに今後合流するとのことです。アペルは高卒時点でタイガースから15巡目指名を受けましたが、この時は進学を選択しスタンフォード大学へ進学。90マイル中盤の速球、最速で99マイルにも届く速球と、それからチェンジアップ、スライダーを主な武器とし、ドラフトイヤーの2012年3年生の時に一気に評価を上げまして、この年16先発で10勝2敗防御率 2.56 と活躍し、この年の大学球界の最優秀投手賞を受賞。2012年ドラフトの全体1位候補として名前が上がるようになりますが、ただ代理人がスコット・ボラスだったということから契約金の要求が非常に高く、この年の全体1位指名を持っていたアストロスはアペルに対して600万ドルの契約金を提示したようですが、アペル側はそれを断ったとも報道されていましたね。アストロズの再建の裏側を描いた本であるアストロボールの中でもアペルの才能を高く評価している描写はあったんですが、契約金の折り合いがつかなかったこともおそらく多少は影響し、結局アストロズはこの年の1位指名でカルロス・コレアを指名するサプライズを見せ、その後も高額な契約金要求から上位指名を持つ球団から敬遠されてしまって、最終的にはパイレーツが全体8位で彼を指名することになりました。ただドラフトでスリップしてもなお契約金の要求は相変わらず高く、パイレーツは彼に対して380万ドルの契約金を提示したようですが、最後まで契約はまとまらず、アペルはスタンフォード大学に戻ることとなりました。4年時のアペルも14先発で10勝4敗防御率 2.12 と活躍しまして、2013年ドラフトで今度こそ全体1位指名を受けられるよう万全の体制を整えました。そして実際にそれは思惑通りとなりました。2013年ドラフトでも全体1位指名を持っていたアストロズは今度こそアペルを1位で指名。アペルは実はヒューストン出身の選手なんですが、地元の球団とようやく結ばれることとなりましたね。そしてアストロズはアペルと契約金650万ドルで契約合意。1年前よりも高い契約金を最終的には得ることができましたので、アペルとしては1年待った甲斐はあったのかもしれませんね。アペルは7月にショートシーズンでプロデビューを果たすと、その後シングル A での投球を含めて10試合に登板し、防御率 3.79 とまずまずの活躍。チームはアペルの大学時代からの疲労も考えて、早めにアペルのシーズンを終わらせ、来季に向けて準備させる方針を固めましたが、2014年アペルにとってはブレイクイヤー、もしかしたらうまくいけば秋には MLB で登板する可能性もあるのではないかと、ファンの期待は高まったことでしょう。2014年開幕前の時点での MLB.com の球界全体のプロスペクトランキングでもアペルは全体で17位にランクインしまして、ここからも当時のアペルの評価の高さというところが伺えるかと思います。しかし迎えた2014年、本人もその後のインタビューでこの年の活躍を信じて疑っていなかった様子が伺えますが、結果は周囲そして本人の期待とは真逆のものとなってしまいました。まずオフの間にアペルは急性中耳炎を患い、スプリングトレーニングでは計5イニングしか投げられないなど調整が遅れてしまいますと、開幕をシングル A プラスのランカスターで迎えることになりました。このランカスターという土地、カリフォルニア州なんですけれども、本拠地の球場では非常に強い風が吹くそうでして、打球がよく伸びることから投手にとっては地獄のような環境らしく、アペルもランカスターに行く前にその話は聞いていたようなんですが、まさにその通りだったようですね。実際アペルを含めたランカスター投手陣のこの年のチームの防御率は 4.75 でしたので、投手にあまり優しくない環境であることは本当のようです。またアストロズはこのランカスターでは先発型の選手を多く配置し、1試合を複数の先発型のピッチャーが何イニングかを担当する起用方法をとっていまして、どのピッチャーも大体中3日で登板する必要があったようなんですけれども、起用方法もアペルにフィットしなかったらしく、ランカスターでのアペルは散々な成績を残してしまいます。
12試合で防御率 9.74、 そして44回3分の1で被安打なんと74本、ホームランも9本浴びまして、彼のキャリアでおそらく経験したことがないであろう炎上に次ぐ炎上で、本人も何が起こっていたのかわからなかったと、この当時を振り返っているインタビューもありました。当時のアストロズの GM ジェフ・ルーノーも、ランカスターは投手には厳しい環境であることを認めており、その後アペルは AA に昇格しましたが、AA では多少成績を持ち直しています。ただいくらピッチャーにとって地獄のような環境とはいえ、全体1位指名を受けた選手がシングル A で大きくつまずいてしまったのはあまり良い兆候とは言えず、この時からアペルの評価が少しずつ下がり始めることとなります。そして翌2015年もアペルをめぐる状況は大きく変わりませんでした。開幕を AA で迎えますと13先発で防御率 4.26、 63回3分の1で49奪三振、23四死球と悪くはないですけれども、特に目立つほどでもない成績を残しましたが、それでもプロスペクトのオールスターゲームであるフューチャーズゲームには選出されました。この試合でアペルは初球にいきなり98マイルを投じたりと、潜在能力の高さは見せつけましたが、その後昇格した AAA でも12先発で防御率 4.48、 ここでもいいとは言えないような成績を残してしまいます。この当時のアストロズはすでに再建を終えまして、勝負期に突入したような時期でしたので、マイナーで特に突出していたわけでもない成績のアペルをメジャーに呼ぶことはなく、この年もアペルはマイナーで1年間を終えてしまいました。2年続けてマイナーで微妙な成績を残してしまったアペル、チームも世界一を狙うためのチーム作りにシフトしつつありましたので、これ以上彼の開花を待つのではなく、彼を見限ってトレードの駒として使う判断を下しました。2015年12月12日、アストロズは課題だった守護神の補強の一環として、フィリーズのクローザーであるケン・ジャイルズを獲得するトレードを成立させ、その見返りの一人にアペルを含めることとなりました。このトレードは当初トレードの可能性が報道された際に、フィリーズ側が獲得する選手としてオーバーホルツァーですとかベラスケス、それからデレック・フィッシャーあたりの名前が出ていたんですけれども、ただアペルの名前は全く出ておらず、いざ両球団からトレードが正式発表されたら、実はフィッシャーではなくアペルがしれっと含まれていたことが判明したという、元全体1位指名の選手とは思えないような移籍の仕方をしていた記憶があるんですけれども、それと同時にアペルが含まれていると判明した際の反応として、あのトッププロスペクトが入ってるんだというよりも、まああの成績だし仕方ないよなという反応が多かったのもまた印象的ですね。野球ファンの間でもアペルはこれちょっとまずいんじゃないかという雰囲気が当時流れていた記憶がありますね。ドラフトで1年待ってアストロズに入団したアペルでしたが、結局2年でチームを去ることとなってしまいました。とはいえアペル本人としては新天地で心機一転、やり直すチャンスを得たわけですから、もしかしたらここから一気にブレイクするかもなんていう期待は早々に崩れ去りました。開幕をトリプル A で迎えたアペルでしたが、5月に肩を痛めて戦線離脱、その後リハビリの中で今度は肘を怪我してしまいまして、肘の骨棘を取り除く手術を受けることとなってしまい、シーズンを棒に振ってしまいます。翌2017年も前年に痛めた肩の怪我を再発してしまい、結局この年トリプル A では17試合で防御率 5.27 とアストロズ時代よりも成績の方が悪化してしまうんですね。フィリーズはルール5ドラフト対策でアペルを40人枠に追加していたんですけれども、2017年のオフにチームは彼を DFA、 マイナーで結果を残せない日々、そして怪我によってすり減ってしまったアペルの心がついに限界を迎えてしまい、2018年2月無期限でプロ野球から離れることを表明するに至りました。フィリーズとしてはアペルがかつて全体1位で選ばれるに至った投球を取り戻すことにトレード時は期待していたんでしょうけれども、現実はなかなかに厳しいものでした。その後野球から離れたアペルに関して特に情報はなかったんですが、2019年に入ってアペルがサンドイッチ屋に転身していたことが報道されます。カリフォルニア州を中心に展開しているアイクズラブ&サンドイッチというチェーン店があるそうなんですけれども、こちらのお店がヒューストンに初めて進出する際のパートナーにこのアペルがいまして、これには正直なかなか驚きましたね。アペルは2018年に野球から離れる際にビジネススクールに通う可能性は示唆していましたが、まさかこういったところに絡んでくるとは。野球界からは離れてしまいましたが、アペルまだまだ頑張っているんだなという感想を抱いたのと同時に、彼はもう野球ではなく別の道に進むんだなということも感じたわけですけれども、それから約2年後再び球界に戻ってくるという決断を下したからには、本人としても少し野球から距離を置いていろいろと思うところがあったんでしょうね。
ちなみにアペルは野球から離れた際、将来的な復帰についてはこのように答えています。自分が再び野球をプレーしたいと感じること、チームの勝利に貢献できる準備が整っていること、そして他の人の期待というプレッシャーが重荷とならないことを挙げていましたが、今回彼が復帰を決めたということはこれらの条件が彼の中でクリアされたんだと思っています。全米の全体1位指名で、契約金も一人の人生を変えるには十分な額を得ているわけですけれども、それはすなわちそれだけチームの期待、周囲の期待が高いことの裏付けでもありますし、そのプレッシャーというのはおそらく我々が想像できるようなものではないんだと思います。以前2011年ドラフトで全体2位指名を受けながらも怪我に苦しんだダニー・ハルセについて当チャンネルで取り上げたこともありましたが、彼もまた期待に応えるべく努力した結果自分を壊してしまったという側面がありましたけれども、アペルもまたその一人だったんでしょうね。現在29歳、野球選手としてものすごく若いという年齢ではないでしょうが、肉体面では一般的に全盛期に近いような年齢ではありますので、かつてのプレッシャーから解放された今、逆に3年間休んでよかったよねとなる可能性もゼロではないと思っています。もう一度立ち上がることを決めた彼の挑戦を素直に応援したいと思いますし、 MLB で投げる姿ぜひ見せてほしいですね。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、 MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。